天の御父の幸福の計画には、神のすべての子供たちが試され、試練に合う死すべき世の経験が含まれています。私は5年前に癌と診断されました。手術や放射線治療、薬の副作用などで肉体的苦痛を経験し、今もそれを感じています。苦痛で眠れるように、夜に精神的に苦しむ経験もしました。 医学統計によれば、私が予期していたよりも早くこの世を去り、私にとって全てである家族を後に残すことになります。皆さんがどこにいようと、試練や死すべき人間の弱さによる肉体的、精神的な苦痛は、これまでも、現在も、あるいは将来においても皆さんの生活の一部になるでしょう。肉体的な苦痛は、老化や病気、事故、 上や住居の喪失、虐待、暴力行為、戦争などから生じる可能性があります。精神的な苦痛は不安や絶望、伴侶や親や信頼していた指導者の裏切り、失業や財政破綻、他者からの不当な判断、友人や子供やその他の家族の選択、虐待、結婚や子供に関する実現していない夢、 愛する人の病気や死、その他多くの原因によって生まれます。私たち一人一人の訪れる消耗させるような苦痛にどうすれば耐えられるでしょうかありがたいことにイエス・キリストの福音に希望を見出せますし、希望は生活の一部になります。今日、成文や預言者の教え、多くのミニスタリングの訪問、 そして自分の健康上の試練から引き出した希望に関する4つの原則を紹介します。これらの原則は幅広く適用できるだけでなく個人にも当てはまります。第一に苦しみは神が皆さんの生活に不満を持っておられることを意味しません。2000年前にイエスの弟子たちは盲人を見てこう尋ねました。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか本人ですかそれともその両親ですか 弟子たちは現代の多くの人と同じように、人生における困難や苦しみは罪の結果であると誤って信じていたようです。しかし、スクニシはこう答えられました。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ、神の見業が彼の上に現れるためである。神の技は人の不死滅と永遠の命をもたらすことです。しかし、試練や苦しみ、特に他の人の罪深い選択の自由によって負わされた苦しみは、 神の技を進展させるでしょうか主は制約のためにこう告げられました。私はあなたを練った。苦しみの牢を持ってあなたを試みた。苦しみの原因が何であれ、何であれ、愛にあふれる天の父は皆さんを精錬するためにそれを定め,られて定められることがあるのです。精錬された人は教官共感とともに相手の主にを負うことができます。 精錬された人は、観難を通ってきた人たちであって、神の身元で喜びを持って永遠に生活するために備えられ、神は彼らの目から涙をことごとくぬくい取ってくださることでしょう。第二に、天のお父は皆様の苦しみを詳細に知っておられます。私たちは試練のただ中にいるとき、神が離れ自分の痛みに無関心であられると誤解することがあります。 預言者ジョセフでさえ人生の苦難の中でこの気持ちを表しました。彼はリバティの監獄に監禁され何千人もの祭り生徒が家を追われた時理解を求めて祈りました。狼神よ、あなたはどこにおられるのですかあなたの隠れ場を追う大幕はどこにあるのですか最後にこう嘆願しました。あなたの苦しんでいる生徒たちを思い起こしてください。 主はジョセフと苦しむすべての人を安心させてこう答えられました。息子よ、あなたの心に平安があるように。あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後、あなたがそれをよく耐え忍むならば、神はあなたを高いところにあげるであろう。多くの苦しんでいる生徒たちが試練の中で神の愛をどのように感じたか話してくれました。 私は癌との戦いで医者がまだいくつかの激しい痛みの原因を突き止めていない時に経験したことを鮮明に覚えています。妻と共に座り、いつものように昼食の祝福をしようとしました。ところが、私にできたのはただ涙を流してこう言うだけでした。天のお父様、助けてください。私は重い病気です。それから30秒ほどの間、私は死の愛に包まれました。 自分の病気の原因や結果がどうなるかは告げられず、痛みを取り去られませんでしたが、ただ主の純粋な愛を感じ、それで十分でした。一派な雀が地に落ちることもご存知の天皇父は、皆さんの苦しみを知っておられることを明かします。第3に、イエス・キリストは能力を授ける力を用いて、苦しみに耐える強さを得られるように助けてくださいます。 この能力を授ける力は主の食材を通して可能になります。私が心配するのはあまりに多くの会員が自分たちがもう少しだけ強ければ苦難を自力で克服できると考えることです。これは辛い生き方です。皆さんの一時的な強さは皆さんを強くするために救い主から無窮に供給される力とは比べ物になりません。物申しが教えているようにイエス・キリストは 私たちの苦痛と病気、弱さを受けられるので、私たちを救うことがおできになります。苦難の時に皆さんを救い、強めるために、イエス・キリストが授けてくださる力を引き寄せるには、どうすればよいでしょうか。重要なのは、主と交わした制約を守ることにより、救い主につなが,つながっていることです。私たちは真剣の儀式,儀式を受ける時に、この制約を交わします。アルマの民はバプテスマの制約に入りました。 その後、奴隷となって苦しみ、公の場での礼拝や声に出して祈ることさえ禁じられました。しかし、心の中で祈りを捧げることにより、最善を尽くして制約を守りました。その結果、神の力がもたらされたのです。主は彼らが容易に重に耐えられるように、彼らを強くされました。今日、救い主はこう招いておられます。あらゆる思いの中で私を仰ぎみなさい。疑ってはならない。恐れてはならない。 生産の制約を守って常に種を覚えるとき、主の御霊が私たちと共にあると主は約束しておられます。御霊は試練に耐える力と自力では不可能なことを行う力を与えてくださいます。また癒しを与えてくださいますが、ファース館長が教えたように、癒しの中には次の世で与えられるものもあります。私たちは神殿の制約と儀式によって祝福され、そこで神聖の力が現れます。 私は10代のお嬢さんを事故で亡くし、その後、癌でご主人を亡くした女性を訪ねました。そのような喪失感と苦しみにどのようにして耐えられるのかを訪ねました。彼女は定期的に神殿に参入している時に与えられた永遠の家族の霊的な安心感がもたらされ、もたらす強さだと答えました。約束されたように死の宮の儀式により神の力を身にまとったのです。 第4に、毎日喜びを見つける選択をします。苦しんでいる人々は、夜がいつまでも続き、弱気はもう来ないと感じることがよくあります。泣いてもいいのです。しかし、苦しみの暗い夜に、自分がいることに気づいたら、信仰を選ぶことによって、明るい喜びの朝を迎えることができます。例えば、私が訪問した、がん治療中の若い母親は、 痛みがあり髪が抜けていましたが椅子に座って品のある笑みを浮かべていました私がお会いした中年の夫婦は子供に恵まれませんでしたが青少年の指導者として楽しく奉仕していました私が時間を共にした数日後に亡くなられることとなった若い祖父であり母であり妻である麗しい女性の家族は涙ながらに笑いを交えた楽しい思い出を語り合っていました これらの苦しむ生徒たちはネルソン大館長の次の教えを実証しています。私たちが感じる幸せは生活の状況ではなく生活の中で何に目を向けるかにかかっているのです。生活の中心を神の救いの計画とイエス・キリスト、主の福音に向けるなら人生で何が起こっても起こらなかったとしても喜びを感じることができます。 天の御父が苦しむ生徒たちを思い起こし、皆さんを愛し、皆さんのことをよく知っておられることを明かします。救い主は皆さんの気持ちをご存知です。主は誠に私たちの悲哀を負い、私たちの悲しみを担われました。毎日受けているものとしてわかりますが、制約を守ることによって、イエス・キリストのあがないの犠牲の力が解き放たれ、苦しんでいる皆さんに強さ,強さと喜びさえもがもたらされるのです。私たちは、 私は苦しむすべての人のために、神が神の恩子の喜びによって重荷を軽くしてくださるように祈ります。イエス・キリストの皆により、アーメン。